安倍盛一は、日本の政治家、長野県知事、長野県副知事、横浜市副市長等を務めた。東京都国立市生まれ、東京都立西高等学校、東京大学法学部、第二類卒業。1984年、自治省に入省する。本省勤務の他山口県、岩手県、神奈川県、愛媛県、国土上への出向を経験した。 1999年、ディランバレー症候群を発症。当初はこの病名が、なかなか判明せず新旧誌により、病名を特定してもらった経験から、専門の細分化による病院の縦割りの弊害や、市民の視点から見た複合的、総合的な対応の大切さを実感する。2001年、長野県企画局長に就任。同年10月から、 田中康雄長野県知事の下で2004年7月まで副知事を務める。その後総務省へ戻り過疎対策室長を務め、2007年3月に退官した。2007年4月、中田博市横浜市長の昇平により、横浜市副市長に就任する。横浜市では、横浜、緑税 G30 や CO230、行政機関の窓口サービスの改善を推進。 また、時代の変化に即応できる組織への進化、職員が前向きに働くことのできる職場環境の構築を目指し、前例投資型になりがちな業務の実質的合理性を見直す仕事改革にも取り組んだ。2009年8月の中田市長の辞職後、副市長を辞職した。2009年10月、内閣府行政刷新会議の加藤秀樹事務局長の昌平により、 同事務局次長に就任する。枝野幸男、蓮舫らと共に事業仕分けに関わり、現場主義に基づき積極的に民間人を仕分け人として登用した。その後環境エネルギー政策研究所、特別研究員、ふるさと回帰支援センター特別アドバイザー、高層日本事業仕分け人、神奈川県立保健福祉大学講師等を歴任する。二0 1年八月、 長野県知事選挙に民主、社民、国民、新査等の推薦を受けて出馬し、新州型事業仕分けをマニフェストに掲げ、自民、公明が推薦した腰原愛生の猛追を受けたものの、5021票の僅差で腰原を破り、初当選を果たした。2013年4月、会見で内向きの視点ではなく、国全体の動き、世界全体の動向を視野に入れながら、 県政運営をしていきたいと思いますと述べ、県の重要な政策課題について、有識者に助言をしてもらう、県政参与制度の創設を発表した。県政参与は、内閣官房参与でもある、飯島伊サオら3名に移植した。2014年、長野県知事選挙に再選を目指して、立候補し、自民、民主、公明、由衣、次世代、社民、日本維新の会県総支部、 連合長野の推薦を受け、二選を果たした。得票は、時点の野口と市国の十万六千百二十票に、対して六十二万六千三百六十二票と圧勝したが、一方で、投票率は過去最低の四十三点五六パーセントであった。二千十八年、長野県知事選挙に参選を目指して、立候補し、自民、立憲、国民、公明、社民、 連合長野の推薦を受け、参戦を果たした。得票は、時点の課内忠和の11930票に、対して635,365票と圧勝したが、一方で、投票率はこれまで過去最低であった前回選挙を、さらに下回る43.28%であった。守る一へ事務局がある。ありがとうございます。